ちゃんと金曜日お送りしております。はい。さあ、おはから今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマ、オレンジ。はい、そうですね。今日はずっと言ってますけど、9月はアルツハイマー月間ということで、うん、はい、そういったね、認知症のシンボルカラーがオレンジなので、うん、今日皆さんからオレンジのメールをいただいております。スーパープスさんからメールいただいております。さん。オレンジジュースといえば、当然オレンジ色ですが、メイたちがまだ小さかった頃に東京の動物園へ連れて行ったそうです、うん、でデパートのレストランに入ってオレンジジュースを頼んだのに真っ赤なトマトジュースみたいなものが出てきました。 お店の人がオーダーを間違えたのかなと諦めて、うん、そのジュースを飲んでみました、うん、飲んでみたら酸味が独特なオレンジジュースの味でした。食べ終わってお店の人に聞いてみると、うん、ブラッドオレンジジュースですよと教えてくれました。ブラッド、まさに血のような真っ赤なオレンジがあることをその時初めて知りました。あ、海外のやつだったのかね。 あれから30年くらい経ちますが、今でも日本のメーカーのジュースではあまり見かけません、うん、海外のメーカーでは特に珍しいものではないみたいです。オレンジジュースはオレンジ色という固定概念が壊れたブラッドオレンジジュースとの思い出でした。そうね、血の色かよ。美味しいですよね。美味しいの飲んだことある？私、うん、お店最近ブラッドオレンジジュース置いてるとこたくさんあるので。そうなの？絶対に私ブラッドオレンジジュース飲みます。あ、だって美味しいんだもん。その一族系なの？あのチース太郎っていう。チース太郎かって。チース太郎かってなことあるかい。血吸いたく、吸いたくなったな、そろそろみたいな。そうだね、うん、じゃあそうしとこうかな。ブラッド、ラッティーブラッドオレンジですね。コスエちゃん意外とね、飲んだことないんですね。ないですね、私意外と知らないことが多いんですよ。ほー、うん、そうでしたか。年の割に物知らないって前に言われたことがある。 誰だっけな、リスナーさんに言われたことがある。そんなことないよ。うん、あれは夢だったのかな。夢だった、うん、はい。でもブラッドオレンジジュースってなんかもう私たちの例えば20代とか10代の子たちって当たり前のようにある時のものなんですよ。もうそうなんだ。そう、多分もうちょっとお母さんとかの世代、50代とかのだってくると多分、うん、知らない。今まではなかったものですよね。うん、そうですよね。メニューにあるんだもんだって。ブラッディマリーは飲んだことあるよ。何それ？カクテル、うん、さっきもなんかペールオレンジのこと、なんかクラフトビールのこと言ってましたよね。あ、ペールオレンジ、うん、ペールなんだっけな、ペールエールかとかなんか言ってたよね。言ってたよね。全部独り言です。そうですか、はい。